雑誌で特集組めます。特集組めるよ、これ。圧巻でした。おはようございます。さいちゃん、チンやってまいりました。早速入りたい。もうな、リアクションが取りたいから、はい、何も見てません。はい、ーーえ インターホン壊れてる。さいちゃん、インターホン壊れてる。お邪魔します。お邪魔します。インターホンは壊れてない。イエーイ、いい入って、はい、なんかすごい床とかすごい綺麗じゃない。床は本当はマンションとかってこういう無垢材っぽいやつとかって音が下に響いちゃうから本当は NG なんだけど。じゃあ何材なの？みんななんか木風とか木風、うん、あとは防音材が下についてるやつとかを入れてるんだけど、うんうん、それすると結構お金かかっちゃうから、うん、ここは断熱材を引いて、うんうん、それで音を吸収させるっていう風にしたから床をちょっと厚めにっていうか断熱材分。へえ。だからちょっと天井が本来より少しだけ、あ、そういうことね、うん、ちょっとね低くなってる、うんうん、めちゃ素敵じゃん。ほらもう言った通りだマジ不安なっていうか全然なんかさ汚れてないし、うん、あ、でもそれで言わせてもらったら昨日言ったから、ね、いきなり言われて帰って、はい、インスタライブずっと夜中してる間、うん、私掃除してんだけどって思いながら掃除した。 あの進むでしょ人のインスタライブ見てると作業が、うん、そうそうそう効率はいい。こう見ながら聞きながらサクサクできる、うん、ここが本当は和室だったの。だからここに壁があって、あ、だからここがちょっと低くて本当は壁でさ見えないから。 OKOKOK、うん、これもう本来のあれだね。この天井の高さってさ日本のアップね、こんぐらい昔のね、全然ね、うん、1m80 とか昔の扉だもんね。この上は天井抜いてんの？あ、違う違う、本当はこの天井よ。ここはこれがどうしても構造台、構造だから取れなくてここに壁があったの昔は。へー。でこれぶち抜いて、ぶち抜いてでワンフロアにして、でもうなんか打ち合わせしたりとか人呼んだりとかもあるからもうここがつながってる方がいいかなっていう感じ。あと結構なんかもらいもんの家具とかさそんなんとかだからなんか皆さんみたいにどこどこのみたいなことが言える案件がない。全然そんなの必要じゃないじゃん。これモロッコで買ってきたの？これね、そういうのを扱ってる福岡のライトイヤーズって有名な、うん、家具屋さん。そう、石田ゆり子さんとかもそこで結構買ってるから。へぇ、そこで買ったもん。テレビ台とかもおしゃれ、かわいいね。なんかね、本当はね、テレビいらないから見ないな。見ない、でも見ないし買ったことないの人生で、これもらったから置いたけどっていう感じ。あ、もう本当はいらないんだ。そう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 。え、ネットフリックスとかは見ない、うん、まあでも見たとしても iPad とか、うんうん、素敵。本とかもなんか超スッキリしてるよね。キッチンもやばい。物はちゃんとあるのにスッキリしてるよね。あ、じゃあキッチンいいですか、ね、ここにじゃあ食器。そうそうそうです。基本的に作家さんのが多いんだけど、でこれもなんかいただいた家具を使ってるおばあちゃまから、うん、ちなみにちょっと作家さんのお話聞かせてほしい、うん、これ唐津の中里花子さんっていう女性の方、うん、花子中里、うん、もの花子とかで出てるかな。あ、出てるんだ、うん、オンラインでも買えるし、うん、この方も唐津の有名なもう、うん、なんか国宝級っていうのかな、 なんか家庭的にそういう焼き物のお家の方なんだけど、アメリカとかにも勉強行かれたりとかしてるから割と、そうそう、唐津ってこう土色のちょっと男前のどっしりしたのが多いけど、こういうシンプルなのが割と多い感じです。食器講座。これとかは福岡の作家さんでサビエさんって、サビエさん、うん、ご夫婦でされてて、うん、ご夫婦の名前でサビエなんだけど、うんうんうん、見に行くと、うん、もうあ、これご主人だな、これ奥さんだなっていう毛色が違うから、うん、そう自然と、うん、どっちって聞かずに買ってるとご主人が多いっていう人もいれば、はいはい、自然と奥さんが多いっていう人もいたりとか。素敵と、うん、この辺も中里さんがさっき言った花子さんの、うん、まあ親戚に当たるってなるかな。もう中里さん基本的に中里なんとかで作家さんがめちゃくちゃ多いから、うんうん、結構もう中里で調べるといっぱい。なんかさ、福岡あと九州ってそういう焼き物本当に多いよね、うんうん、代々受け継がれてる、受け継がれてるから、うん、なんか若い
同年代でも作家さんたくさんいるし、うんうん、またその子供がまた継いでっていう、うんうん、結構で作家さんってすごいモテるっていうイメージある職人系確かになんかファンの方とかいらっしゃったりとか、かっこいいよね、うん、職人だもんねそうそうそう、素敵かっこいいだからなんか、まあ、あえて見せてっていう、うん、ところにしてるのとそういうエリアなんだそうそうそう素敵隠したことそうこっちはちょっと割とチョコチョコ系も入ってるから、うん、色とかがあるのはそっちに入れた方が、うんまあ、影響しないって可愛くない可愛 い, い, いでしょお茶碗とかもチョコ可愛 い, いでしょそれこれはね、もう昔すぎてもうどなたかだったかがちょっと覚えてない私仕事でほらお家のリフォームとか見上げとかして、うんうん、そこに住んでらっしゃるおばあちゃまがもう捨てるとか言ってるのもらったり、うん、とかそういう感じでいいなかわいいねこれもね花子さんさっき言ったあ花子さんあだってテイストが、ね、本当だ、うん、このさ白がさやっぱり綺麗ですね、うん、アンミカなんだっけ白が何色ある黒が100色黒が何百色みたいな。できないやつ間違いないね、アンミカさん言ってること素敵だねでも割とさ、イギリスにいた時に買ったやつを持って帰ったパターンとかもある、すごいなんかこれとか、なんだっけ南の海の町なんだっけ南仏ブライトンあブライトンの骨董的なお店で買ったりとかなんかそういう骨董、飲みの市とかいっぱいあるしね、うんうん私たち暇だったからそういうところしかなんかさ見てないなんかただ見てるだけみたいな ね1ポンドで何が買えるかみたいなさでキッチンもすごい素敵なんですよね、うん、キッチンはそうそうここの幅がさ限られてるからもともとまっすぐの普通のシステムキッチンがついてて、はいはい、レンジフードとかもこっちで、うん、だけどやっぱりこう囲いたいのと有効的にスペースを区切りたいから、はいってなると既製品でこういうさ折り方するのって、まあ、まず見つからないわけ、うんうんうん、なので業務用をこう組み合わせるだってレストランの中のキッチンみたいなもん、うんうん、こういうのねそうそうそうこういうのだとさこれで1個だから、うん、この空間にはめたいってなったらこれの10センチ刻みとかをパーツとして自分で買えばいい、うん集めてどう組み合わせるかで工夫できるからすごいプロそう一番なんならさこういうのもさ可愛く見えちゃう可愛いそうそうそうだこんな何千円とかで売ってるものだけど、うんうん、こういう風にすればあえてねやり方ができるんだこれがさ普通のアパートのところに置いてあったらインテリア講座プロだからプロですプロだったプロだったなんかさうちらファッション系の友達が普通に、うん好きなように家具取り揃えてすっごい可愛いお家みたいにしてるけどこういうのはさすがになんか自分で考えられないからそうそうこれはもう数字とかがわからないとわからないもんねだしこんな提案できるよってそうそうなんか IKEA で買うしかないって思っちゃうじゃんできたものをなんかそのシステムキッチンの何かエリアでとかって思っちゃうから、うんでもこういう見えるのが嫌な人はちょっとね嫌いかもしれないなんか丸見えじゃんあじゃあこういう扉がねそうそうあったりしてほしいとかねそうそう、まあ、でもそれはあえてなんかカゴとかあるしかわいい、うんうんうん、でここもさちゃんとさそうそこはね必要なところよねでちゃんとカーテンがついてて、うん、さすがだわガーサスガーサスだわへー冷蔵庫開けすごい料理してる私ねなんか手癖が悪いみたいですぐ冷蔵庫開けすぐ冷蔵庫開けんの特に夏場は飲み物ないから飲み物ないからって炭酸水入ってないからって見ちゃうんだよそもそもさこの、まあ、料理もある程度するときはするのにこのサイズの冷蔵庫で生きてるっていうことがもうちょっとおかしいなと思ってるからそうか料理めちゃくちゃするのにちっちゃいちっちゃいじゃんこれだから作り置きができないよね作り置きをしないしない、うん、もう食べちゃう必ず、うん、そうその時の料理の材料を買うわかりましたで続きまして洗面がいい洗面見たいみたい全部見たい上のユニットを取って鏡を自分で見かわいいあじゃあこれはこのままなんだ据え置きうんそう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 でこの辺を全部スキリさせて、うん、だからさなんか今アパートもかわいいかわいいでもねこれタイルじゃないのタイルに見えるシートあ、シューコンチもそういうの貼ってるあ、自分で貼ってた、ね、貼ってた、うんうん
でもさ、こういう古いのって何がいいかってさ、うん、最近のアパートとかってこうプラスチックみたいな洗面で色が褪せてきたりとかするけど、陶器だから陶器だよ、ね、磨けば綺麗になるしっていう。私割ったことある、このここをピキって。なんで上のなんかをこう開けてたら、うん、なんかガラスのめちゃくちゃ重たいなんか香水みたいなすごい陶器のやつがバーンって落ちてきて、パリンってこれが割れた。ガラスも割れたし、これも割れた。こっちの香水が割れなかった。だからすごいなんか厚みのあるめちゃくちゃ可愛いデザインのやつで、むしろこっちが割れちゃって、で自腹で取り替えろって言われて、で賃貸だからさ、でもそのないのよ、もう今このプラスチックのしか。だよね、陶器のなんて見ないもんね。見ない見ないし、この同じここの幅のやつがないって言われて、でそのプラスチックのだったらあるって言われて、でも全然それでもいいから帰ろって、そのインテリアにこだわりがない大家さんだったみたいで、とにかく綺麗だったら別に何でもいいって言われて変えたことある。陶器にこだわろうと思うと、もうカウンターつけてこうボールを置くみたいなことをしないとダメになっちゃうから、なかなかね、それだとコスト上がっちゃうし、可愛いよねやっぱ、この経年劣化がすごい可愛い、あとね、なんかね、新築のお客様とかにね、これをつけると結構便利っていうのはバスタオル、なんかさ、こう干す時とかにさ、普段邪魔だけど、なんかどこに売ってるの？これね、川純っていう金物メーカーさんのやつで、シールで貼ってるだけ。いや、これもう売ってる、ビスで、ビスで売ったやつに。これめっちゃ欲しい。確かにそれいい。バスタオルとか、あとちょっとしわくちゃなものをアイロンしたいんだけど、コンセントの近くになかったりするので、だからなんかそう引っ掛けるところがこういうところね、なんかさ、こういうところにかけるとだらしなくなっちゃう。だらしないし、こう人が通るたんびに落ちる、引っ掛かって。もうこういうのおすすめ、ちょこっと1個あるだけで全然違う。わかりました、買います。あと言うならば、この洗濯機周り、これぐらいするとかわいい、結構使いやすい、最高。でまあ、人来るときはこうしとけばいいかなぐらいな。いいね。皆さんはさ、センスでさ、ものをお話しできる。私はその知識を話すっていうことしかできませんが、いやでもセンスもさ、さえちゃんって感じ。はい、続きましてベッドルームです、はい、ここはもう広くしたいから、収納をあえて潰して、広くして、あー抜けがあるよね。で、自分でこれ小学校時から使ってんの、このパンツ。可愛くない？可愛いでしょ。小学校の同級生。小学校の時にどこで買ったんだろうね。リサイクルショップで、これね、あんま見せるもんじゃないけど、これもしあれだったらあれなんだけど、はい、着物のタンスなの。あー、そうなんだ。素敵。素敵。めっちゃ使いやすい。素敵、ユリアちゃんに。確かに。で、多分持ってた人が緑で塗ったんだろうねっていう感じ。なるほど。で、洋服が入って。そう。で、これがあるから、これを置いて、この向こうをクローゼットみたいな感じにして、上は抜けてる。本当はどこがクローゼットだった？ここがね、押し入れだったの。ここを境に。あー、なるほど。で、こっちがベッドルームとしてのあれだったんだ。逆にしたのね。そう。最高じゃない？で、ここがウォークインクローゼットみたいな。みたいにしたって感じ、自分でね。風ってことですね。すごい。知恵が。着物結構着るの？そう。へー。うちね、おばあちゃんが普段着で結構着てたから、それをそのまま譲って、ね、この扇風機もめっちゃ可愛いんですけど。自分で着れるの？着れないの。じゃあ、なんかある時は、着付けに行って、へえ、なんかこう見応えがあるよね。確かに。こうアイディアと、あとちゃんとこうあるものが、センスがいいから雑誌で特集組めます。特集組めるよこれ。花子かカーサブルータスか、もう基本マガジンハウス系だな、テイストとしては。圧巻でした。本当？うん。よかった。だってもうこのベッドルームから出て、このキッチン見るだけでも可愛い。わかる。こう抜けが全部可愛い、ちゃんと計算されて気持ちいい空間になってる。確かに、こう、次の部屋に行った時のパッと開いた時の見え方が、だってこっからこのキッチン見てよ、
もう可愛くない？可愛いです。可愛いよね。泊まれるな次は私は。そう、でもさ、せっかく来たのにやっぱホテルの方が快適だろうなと思うから言わない、言ったことなかったけど全然泊まってもらって。そうだね、うん、東京に疲れたらフラッとフラッと確かにこっちに、うん、避難してくるわ、うんうん、まあ、パッと空いた2日間とか。そうだよね、そうやって福岡に遊びに来る人結構いるよね、うん、食べ物だっけでもいるいる、食べたいとか言って、うん、いらっしゃる。素敵でした。テレビデオが、あ、マックだよ。え、これマック？昔の？え、これスティーブ・ジョブズがさ、すげえ、まあまあ初めの方に発明したやつじゃない、私が高校生の時とかに家にあったやつなの。まあ、この家で、中古屋で買ったの？違うの、うちで使ってた実家で。あ、すごいじゃん。すごい。親がさ、広告作ったりとかそういうの仕事でやってたから、これが私だから高校生とか中学生の時から家にこれがあるから、もうずっとマックの。そうか、マック派。そう、この代から。じゃあ今ご両親もマック？もうしてないと思う。もうやってない。でも親は逆にマックしか使えないと思う。あ、逆にね、うん、ご両親がデザイナーさん系でした。親、母がね。あ、お母様が、うん、お父さんは どっちかというと角系じゃないの？そう、新聞記者。そうだよね、そうだよね。以上、さえちゃん in 福岡アットホームインダハウスでした。ありがとうございます。いや、こちらこそ来てくれてありがとうございます。ちょっとマジで、はい、もうちょっとなんか一個一個もっと丁寧に聞きたいなって思っちゃった。もっとサクッとバーッとやった感じでいいからみたいな感じでチャラついた感じで声かけちゃったんだけどなんかもう一個一個丁寧に見ていきたいと思った、はい、全部技を聞かせてるから、うんうん、ね、違う切り口で話せるからね、うん、皆さんとはね。でぜひ、福岡界隈にお住まいの方、リフォーム考えてる方、ぜひこちらの業者の方に業者ですのでプロフェッショナルで、しかもこうやってなんかアイデアがたくさんあってインテリアにも提案してくださると思うから、うん、ね、まあ福岡じゃなくてもね、まあ確かに、ね、つつ裏裏、はい、あ、なんなら呼んでいただいても大丈夫。あ、東京にね、わかりました、はい、はい、バイバイ。